ありがとう、シンジ君。2号機は君に止めておいてもらいたかったんだ。そうしなければ彼女と生き続けたかもしれないからね。カオル君、どうして？僕が生き続けることが僕の運命だからだよ。結果、人が滅びてもね。だがこのまま死ぬこともできる。生と死は10日なんだ、僕にとってはね。自らの死、それが唯一の絶対的自由なんだよ。何を、カオル君、君が何を言ってるのか分かんないよ。 軽く、遺言だよ。さあ、僕を消してくれ。そうしなければ君らが消えることになる。滅びの時を免れ、未来を与えられる生命体は一つしか選ばれないんだ。そして君は死すべき存在ではない。 君たちには未来が必要だ。ありがとう、君に会えて嬉しかったよ。<笑>